ドーン。ワン、ツー、スリー、フォー。休みのミュージックもらい、ほら聞かせてよ、ダダダダ。はい、どうも皆さんこんばんは、やすにでございます。本日はですね、すごいものゲットしました。やすに、皆さんはですね、朝起きてコーヒーとか飲む習慣ってありますか？私はね、ないね。ただですね、僕はなんで飲まないかというと、面倒なんですよ。その面倒が解消できたら飲むよね。ということで、本日もリスナーさんからいただいたものをご紹介したいと思います。それがこちら、ネスカフェゴールドブレンドバリスタ。皆さんご存知の通りバリスタなんですけれども、このバリスタに愛がついたみたいです。この愛は何かっていうとですね、ちょっとわかんないかな。どうやらですね、スマートフォンと連携したりとかして自分の好みの味にコーヒーを作れるみたいです。では早速開封してみましょう。やすに、じゃーん。見た目のフォルムはですね、すっごい丸くてですね、卵型エンジンみたいなね、猿の人と書いてエンジンみたいなね、それエンジンや。やすに、こちらのバリスタアイもですね、リスナーさん送ってくれる時にこう言ってました。やすにさ、今度バリスタアイを送るからレビューしてよ。こう言われたので、本日はこの商品をレビューしていきたいと思っております。やすに、はい、では実際に使っていきたいんですけれども、こちらですね、いろいろメニューボタンがついてます。エスプレッソタイプ、ブラックコーヒー、ブラックマグサイズコーヒー、カプチーノ、カフェラテ、いろんな種類があるんで、本日はですね、カフェラテを飲みたい。ドシャシャシャーン。やすに、すでにですね、この中には専用のこのような粉が入っております。なのであとはこのコップをこうセットして、入らね、ちょっと入らないよ、ちょっと大きすぎだねこれね。そんな時でも大丈夫、この土台が取れるので、ここにすっぽりと入ります。やすに、アプリを開くとこのようなメニューになりますので、本日はカフェラテを飲みたいのでこちらをタップします。タップするとお好みに合わせてコーヒーの濃さだったりとか水の量だったりとかっていうのを選ぶことができます。でですね、カフェラテなどをするときにはコーヒーの粉だけではできないので、専用のこういうね、カフェラテ用っていうね、なんかスティックの粉みたいなのが入ってるので、こちらを購入してください。美味しくなーれー。やすに、でそのままですね、多分ここ押せばスタートするんだと思います。いきます。注意書きみたいな感じで、本当によろしいですかってなるので、 OK、 こっち、お、どうなる、お、勝手に電気がついて、おーい、粉がすごいよ、すごい、できてるできてるできてる、できたっぽいです。お、すごい、見てこれ、いい感じにできてるじゃないですか。うわ、飲んでみましょう。やすに、ではカフェラテタイム、いただきます。うまい、すごいねこれ。朝とかさ、こうやってこうセットしといて、アプリでね、あー作るのめんどくさい、ポチッと押せばジャーって出るんだよ。ゴリスじゃない？これからさ、寒い冬になるじゃないですか。起きた瞬間、寒い寒いな、やだなやだな、怖いな、ジンジー。やすに、はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。コーヒー好きにはたまらないかもしれないですけれども、コーヒーをそんなに飲まない人でもこれはすごいおすすめな商品だなと思います。なぜなら手間がいらないし、すごく簡単、スマホと連動できる、こんな機能があるコーヒーメーカーはなかなかないと思います。というか、ないと思います。いや、あると思います。こんな芸人いましたよね。この寒い冬はこいつで乗り切りたいなと思います。もちろんアイスコーヒーにもできるみたいなんで、ランチタイムとかの時にね、アイスコーヒーを飲もうかなって思う方は氷を入れてこれをセットすればアイスコーヒーができるみたいですよ。商品の URL は下の概要欄にまた貼っておきますので、皆さんよかったらチェックしてみてください。それでは皆さん、よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。また動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。マジすごい。